皆さんおはようございます。本日は箱罠に取り付けたアラフォールでアライグマを2頭捕獲しました。はい、こんな感じで箱罠にアラフォールを2つつけておりますが、近場のアラフォールで2頭捕獲できています。でこの箱罠はですね、このようにイノシシもかなり来ています。もう足跡がめっちゃ残ってますね。こんな感じで今回ちょっと GoPro を忘れてしまったので iPhone での撮影となりますが、固定カメラで撮影していきたいと思います。昨日までかなり雨が降っていたので電気止め差し機かなり効くと思うので、このまま電気止め差しに入りたいと思います。最近この電気止め差し機がかなり問い合わせがあるので軽く説明をしたいと思います。こちらがインバーターですね。コンセントを差す側です。このようにソケットがついています。こちらがバッテリーです。バッテリーはここの充電ボタンを押すと残量が表示されて4つランプがついているので充電は満タンです。このソケットとソケットをつなぎ合わせます。するとこのようにランプがつくのでオンにすると、これで今コンセントに挿したら電気が流れる状態です。次に槍ですね。この槍の長さは1メートルでオンオフのスイッチがあります。でこれもですねちょっと問い合わせがあるんですが、今キリが見えてますね。このキリが見えている状態であれば電源は切れています。このイリが見えていれば今電源が入っている状態です。これを間違えないようにお願いします。なのでキリの状態にしてからコンセントに挿すようにします。コンセントに挿します。このクリップを箱穴に取り付けてこちら側で獲物に刺すと電気が流れるような仕組みです。では今からやってみます。今止め差しが完了しました。必ずコンセントを抜いてインバーターの電源を落としてここのソケットも抜いておきます。このような状態にしておきます。アライグマはかなり生命力が強い生き物ですので必ず放血などをしてできるだけ、手とかで触らないようにして止め差しを行ってください。噛まれたら非常に危険ですので。では今から回収します。これが究極捕獲器アラホールです。このアラホールのセット方法はこのマイナスドライバーを使ってこのトリガーバーを下げます。マイナスドライバーを使ってバネを下げ、バーが下がったらフックに引っ掛けて、これでセット完了です。これにドッグフードを入れ、アライグマがこの中のドッグフードを取ろうとして中のトリガーを引くと罠が作動します。捕まったアライグマはチェーンが木に結んであるので逃げることはできません。では山で実践してみたいと思います。はい、ではこれからアラホールを設置していきたいと思います。ここはイノシシもアライグマもトレイルカメラで確認できているのでアラホールをセットしていきたいと思います。アラホールを箱穴に結びつけていきます。で針金でしっかり結びます。はい、でアラホールをセットします。アラホールをセットするときはマイナスドライバーを使ってセットします。マイナスドライバーをこのフックのバーのところにここにかけます。こちらにかけるとこのバーが曲がってしまうので必ずここにかけてバーを下げます。バーを下げてバーをフックにかけます。でゆっくりとマイナスドライバー外してこれでセット完了です。でこれを地面に刺すか、もし箱穴とかの場合はこのようにフックをつけてこのようにぶら下げておけば倒されることはありません。でこの中にドッグフードを入れます。でおびき寄せるために周りにもドッグフードを巻きます。
これでアライグマをおびき寄せます。来たアライグマがこの中のドッグフードを取ろうとして手を入れ、フックと一緒にドッグフードを取るとこのように罠が作動します。チェーンで引っかかっているのでこのように逃げられることはありません。はい、ここはカメラで複数頭のアライグマが確認できたので、アラホールを2つアラホールをセットすることによって2頭を同時に捕獲したり、アライグマがこっちに手を突っ込んで、その後なぜかこの痛みを忘れてこっちにも手を突っ込んで、ぜひそういうこういう仕掛け方をすると捕獲率が上がると思いますので、ぜひ1箇所に複数個のアラホールをセットしてみてください。